ルイーゼ・アマーリエフォン・ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルは、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公・フェルディナント・アルブレヒト2世の、娘。母は、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公・ルートビヒルドルフの、娘アントイネッテ・アマーリエ。プロイセン王子、アウグスト・ビルヘルムの妻で、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の母である。1742年1月6日に19歳で、 プロイセン王位の推定相続人である同年齢のアウグストビルヘルム王子と結婚した。ルイーゼアマーリエの姉、エリーザベト・クリスティーネは1733年にアウグストビルヘルムの兄であるプロイセン王フリードリヒ2世と結婚していたが実質的な夫婦生活がほとんどない二人の間には子供がなかった。そのため国王夫妻に代わって それぞれの手前が形詞を設けることを期待された。1733年にはまた、エリーザベト・クリスティーネとルイーゼ・アマーリエの兄カールが、フリードリヒ・ニセヒの妹で、アウグスト・ビルヘルムの姉のフィリッピーネ・シャルロッテと結婚している。アウグスト・ビルヘルムとルイーゼ・アマーリエの間には三男、一女が生まれた。ルイーゼ・アマーリエは、バッシュが生まれた1758年に、夫、 アウグスト・ヴィルヘルムと死別した後、長男フリードリヒ・ヴィルヘルムの即位を見届けることなく、姉、エリーザベト・クリスティーヌや義兄フリードリヒ2世に、先立って1780年に死去した。ありがとうございます。